セブンアイホールディングスヨーク株式会社ヨークは日本のスーパーマーケットチェーン。セブンアイホールディングスの完全子会社である。ヨークフーズミノワ店関東地方南部を中心にヨークマート等の店舗を展開。同じセブンアイ系列のスーパーマーケットにヨークベニマルがあり、こちらは関東地方では茨城県と栃木県にのみ出店していて住み分けがされている。 しかし、茨城県に関しては、2005年のヨークベニマル赤塚店の開店から、2009年の新トリデ店の閉店までの約4年間はエリアが重複していた。食品スーパーマーケットが中心だが、店舗によっては医療品も扱っている。中にはヨークベニマルと同様にヨークタウンとして広大なロードサイド店舗として営業しているところもある。 2020年6月、セブン,ア,ンアイグループは、首都圏の食品スーパーマーケット事業を、ヨークマートに集約する、事業再編を実施する。食品スーパーマーケット事業として、ヨークマートの他に、伊藤洋華堂本体で2010年代以降、展開している、食品館、伊藤洋華堂、同じく、伊藤洋華堂直営のディスカウント型スーパーマーケット、ザプライス。 2019年に新規業態の実験店としてオープンしたコンフォートマーケットがグループ内に存在していた。今回の事業再編ではこれらすべてをヨークに事業上とし将来的にザプライスを除く店舗のブランド名をヨークフーズに統一する予定である。伊東洋華堂と同じくハトのロゴマークからセブンアイホールディングスのロゴに変更された。しかし店舗では ハトのマークがそのまま使われている。2020年から展開するヨークフーズ及びザプライスから転換されたヨークプライスではセブンアイホールディングスのコーポレートカラーである赤、オレンジ、緑に白いハトのマークが使用されている。セブンアイホールディングスグループの電子マネーであるナナコは2012年3月19日より全店で利用できるようになった。レジア、 サービスカウンターにて、チャージが可能。ヨークマート、勝田大店、ポスシステムは、NEC 製を使用。ヨークマート南桜井店、ヨークマート足立家閉店、ヨークマートグリーンプラザ、松戸実大店1987年9月3日、開店96年3月3日、閉店跡地は、解体パチンコ店をオープン1995年頃には、 ヨークデリカとしてお惣菜店を関東と長野県に出店していたが2006年に撤退しているヨークマートハスダ店2003年7月3日開店2009年10月3日閉店ありがとうございます